この動画のシリーズでは、救急撮影で骨折を見逃さないためにというテーマで話を進めているシリーズです。毎回一つ一つの骨折をピックアップし、骨折の病態について、また骨折の典型パターンと分類を整理し、骨折線をイメージできるように訓練していきます。そうすることによって、見つけることが難しい骨折を医師に適切に報告ができるようになってくると思います。また骨折線を説得力を持って病室できる撮影技術、もしくは適切な追加撮影ができるような技術も身につけていくということを目標に話を進めていきたいと思います。こちらが今回扱う骨折の症例となります。59歳女性で、横断歩道で車と衝突し膝を受傷したというエピソードの症例です。膝の受傷ということで、観察する骨の部分は膝蓋骨、大腿骨、頸骨、腓骨あたりを観察していくと思いますが、骨折の位置が分かりますでしょうか。慣れないとなかなか骨折線を見つけることができないと思いますが、この方はこの部分に骨折線があります。黄色の矢印で示すこの部分に縦割れのこのような骨折線があります。また関節間隙をよく観察してみると、こちらに対してこちらがあまり抜けておらず、この関節面も開いていることがわかります。実はこれは頸骨の頸骨抗原と呼ばれるこの部分が陥没している骨折となります。この陥没している様というのは、側面でもよく見たらこの部分が陥没していて、側面像では頸骨の内側と外側が重なっており、非常に分かりづらいですけれども、丁寧に観察してみるとこのような陥没像を見つけることができます。つまり今回扱っていく骨折は頸骨抗原骨折となります。頸骨抗原骨折ティビアルプラトーフラクチャーは、頸骨プラトー骨折とも呼び、頸骨のこの関節面を自然にある抗原に例えてプラトーと言いますが、この部分に生じる骨折のことを言います。受傷起点は1番2番が高エネルギー外傷、3番が低エネルギー外傷となりますが、高エネルギー外傷としては、歩行者対車で直接膝をぶつけるいわゆるバンパー外傷、高所転落で膝を伸ばした状態で着地をした状態での受傷、低エネルギー外傷としては高齢者の転倒が典型的なエピソードです。骨折の特徴としては、関節内骨折のため圧痛ははっきりしない場合が多いですが、主張して膝 を曲げられないことが多く、半月板損傷や靭帯損傷を高確率で伴います。また頸骨抗原骨折はレントゲンで診断困難な症例が多く、その場合には CT を躊躇せず実施すべきとされています。転移が5ミリ以上では手術過量が原則とされており、手術適用となる場合が多い骨折です。頸骨抗原骨折ではシャッカー分類がよく用いられます。シャッカー分類はタイプ1からタイプ6の6つの分類があり、タイプ1が外科の滑裂型、タイプ2が外科の滑裂陥没型、タイプ3が外科の陥没型、タイプ4が内科の分割陥没型、タイプ5が両下骨折、タイプ6が骨幹端と骨幹部が遮断され、内外科の一方または両下に陥没を伴うものとされています。このシャッカー分類はタイプ別による受傷起点や軟部組織損傷の把握がしやすく、治療法の難易度や予後の判定に優れている分類とされています。それではシャッカー分類を使って骨折線のイメージ作りをしていきたいと思います。正確な骨折線のイメージ作りをすることによって、今まで見えてこなかった骨折が見えてくると思います。シャッカー分類を分析してみると、ほとんどの場合が外側に骨折があることがわかります。よってまずは外側に注目していくわけですけれども、形状のポイントとしては縦割れと陥没があります。頸骨抗原骨折の形状としては、縦に割れる縦裂骨折と陥没が起こる陥没骨折があります。よって外側プラスマイナス内側の骨折線を探すという流れで見ていくわけですけれども、まず外側の縦状の骨折線、縦裂骨折がないのか、そして陥没骨折は見慣れないと非常に難しいですけれども、関節間隙の左右差に注目します。内側に対して外側が不自然に開いていたり、内側にが関節が抜けているのに外側は全く抜けていないといった像を見受けると、このような陥没骨折を疑います。シャッカー分類タイプ4や5
5に関しては内側にも骨折線があるため、内側の縦状の骨折線もしっかりと注目します。また陥没骨折は正面の方が分かりやすいと思いますが、側面像で内科と外科の高さに大きな差が出てくることもあります。そして頸骨後弦骨折には腓骨骨折を伴うことがありますので、必ず腓骨のチェックも行うことが大切です。骨折線をイメージできるようになったところで、最初の症例を見直してみると、頸骨後弦骨折を疑う場合には、まずストッカーから観察し、縦割れと陥没に注目するのがコツでした。そのような目線で見てみると、この骨折線が見えてきます。また左右の関節間隙に注目してみると、こちらは割と抜けていますが、こちらはあまり抜けていません。また関節間隙の幅についても、こちらに対してこちらの方が広いことがわかります。そのような左右差に注目すると、この部分で陥没骨折が起こっているのではないかと疑うことができます。また側面では頸骨の内科と外科が重なっていて観察しづらいですが、この部分の片方側のみが陥没している所見が見受けられます。このように側面像でも頻度が多いということに注目することが大切です。 CT では同様の所見が見受けられ、この骨折は外科の滑裂陥没型ということで、シャッカー分類のタイプ2と診断され、スクリューでの固定が行われました。このように骨折の分類についてしっかりと整理し、骨折線をイメージできるようになると、このような骨折線を見つけることができやすくなってくると思います。こちらの症例は36歳男性、自転車での転倒の症例です。正面像は疼痛のためか少し外斜気味になっていますが、この部分の頸骨後弦の骨折線が明らかです。側面像でも明らかな骨折線が見受けられます。 CT では MPR で正確な正面を作ることができますので、正確なタイプ分類に役立ちます。こちらは内科の分割陥没型のシャッカー分類タイプ4の症例であり、プレートによる固定が行われました。こちらの症例は68歳女性、乗用車との衝突の典型的なエピソードです。外側と内側に注目してみると、この部分とこの部分で辺縁に不自然なズレが見られ、骨折を見つけることは簡単です。側面像では後ろ側の縦状の骨折線を探しますが、この部分に骨折線があります。 CT で観察してみると、外側と内側両方とも縦状の骨折線があり、シャッカー分類タイプ5の症例でした。こちらもプレートとスクリューによる固定が行われています。こちらの症例は55歳女性、転倒による膝打撲の症例です。レントゲンの正面像と側面像を丁寧に読んでみると、腓骨の部分に骨折線があります。また膝に痛みがあるということで、当然頸骨後弦骨折を鑑別投げながら見てみると、関節間隙に左右差があることがわかります。こちらに対してこちらが全く抜けておらず、この部分の陥没骨折を疑うことが大切です。 CT を施工してみると、この部分の陥没骨折に加えて外科の縦状の骨折線も見受けられました。また側面像では後ろ側に縦状の骨折線がありましたが、この側面像の骨折線や外科の縦状の骨折線を指摘することは難しかったと思います。こちらの症例は外科の滑裂陥没型のシャッカー分類タイプ2に、さらに腓骨の骨折を伴った症例でした。こちらの症例は58歳女性、運転中バリケードと衝突した交通事故の症例です。こういった骨折を瞬時に指摘できるようになれば、だいぶ骨折に対して目が養われてきたと思いますが、膝の痛みがある場合、頸骨後弦骨折を疑い、外プラスマイナス内の骨折、また関節間隙の左右差から陥没骨折を見ていきます。そうすると正面像で、こちら側の関節間隙が内側と比べて全然抜けていないことがわかります。陥没骨折を疑う所見です。さらに側面像では後方の縦状の骨折を見ていきますが、この部分に骨折線が見受けられます。 CT でも同様の所見が見受けられ、こちらは外科の陥没型シャッカー分類タイプ3の症例でした。このように骨折の病態や典型像を理解すると、
骨折線を瞬時に指摘できるようになってくると思います。こちらの症例は44歳男性でスキーでの転倒受傷の症例となります。この症例に関してはレントゲンで指摘することが非常に難しい骨折となりますが、レントゲンで唯一指摘できるのがこの関節間隙の左右差です。こちらに対して外側の関節間隙が開いていることがわかります。CT を施工してみると、この外科の陥没骨折が見受けられ、シャッカー分類タイプ3の症例として、プレートとスクリューによる手術が行われた症例です。このような症例に関しては、レントゲンだけで骨折を指摘することは非常に難しいと思いますが、少しでも骨折を疑った場合には、CT を行いましょうかと、こちらから提案することも大切だと思います。だいぶ見慣れてきたと思いますが、こちらの症例は70歳男性自転車からの転倒の症例となります。側面像では後ろ側の縦割れの骨折線を見ることがポイントでしたが、その目で見てみるとこの部分に骨折線が見受けられます。 CT を施工してみると外科のこの部分に骨折線、側面像ではレントゲンと同じ場所に縦割れの骨折線が見受けられ、スクリューによる固定が行われた症例です。この方は MRI による術前精査が行われました。MRI では CT よりもさらに感度よく骨折線を描出することができます。通常、骨にある骨髄にある脂肪髄は T1 強調画像で高信号となりますが、骨折線がある骨折線上の部分というのは当然脂肪髄はないため、骨折線は T1 強調画像でこのような明瞭な低信号となります。そうすると、CT で見られた外科の線上の骨折線は当然ありますが、この方は内科の方にも骨折線が及んでいることが分かり、シャッカー分類ではタイプ5でした。レントゲンでの手術計画は CT 撮影後に6から 60%、MRI では 21% の症例で変更されるとされ、レントゲンでの評価というのは若干過小評価される傾向があります。その中でも特に MRI では術前の骨折評価が 100% で手術結果と一致したと報告されており、骨折に対する感度が非常に高いということがわかります。また MRI では合併する靭帯損傷や半月板損傷が診断可能であり、頸骨抗原骨折などの骨折を見るには非常に有用なツールであることがわかります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は頸骨抗原骨折、頸骨プラトー骨折についてまとめました。頸骨抗原骨折はレントゲンの段階で非常に難しい骨折も多く、しっかりと骨折の内容について整理しておくことが大切です。分類についてはシャッカー分類を用いて骨折線のイメージをしてきました。基本的には外側に骨折が多いですが、外プラスマイナス内に骨折があること、またキーワードは縦割れと陥没がポイントとなっており、このような部分に縦割れの骨折がないか、側面像では後ろ側が多いです。また関節間隙の左右差をしっかりと観察しながら陥没を探していきます。骨折が腓骨に及んでいる可能性があるということも考慮に入れておくことが大切です。このような骨折線をイメージすることによってレントゲンの段階でしっかりと位置に指摘しておきたいところです。頸骨抗原骨折の治療に関してはスクリューとプレートがメインになると思いますが、治療方針の決定のために正確なタイプ別の分類が非常に重要で、 CT が施工される機会も多いと思います。以上が頸骨抗原骨折のまとめとなります。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。